トントンと作ってあげれば気持ちいい。このスイカゲーム気持ちいい。みんなはスイカゲームで落ちてくるフルーツが全部大きかったらいいのになーって思ったことってある？どうもこんにちは、ゆうやけです。さあ今回遊ぶゲームは、なんと落ちてくる果物が全て柿さんになってる夢のようなスイカゲームを持ってきました。それがこちら、柿ゲームです。ほら見て見て、もうね、クモさんもネクストも全部柿なの。やばくない？だからこれね、進化の輪って右下に書いてあるけど、これね、イチゴからポンカンまで全部いらないんだよね。なので今回はこの夢のようなスイカゲームで、じゃん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 スイカを作って、気持ちよーく点数を稼ぎたいと思います。それではやっていきましょう。そうは言っても本当に全部柿さんなのかな？一旦ここら辺に落としてみるよ。こっちかな？よいしょ。すごい、ネクストやっぱり柿だ。ほらほら見て見て、何回落としてもね、ネクストがもうずっと柿だから何にも変わらない。すごー。この柿さん2つくっつけて、くっつけて、くっつけて、あ、すごいよ、めちゃめちゃ転がるこの柿さん。でもそっちに転がろうがどうしようがね、きっと柿さんだもんね。このチェリーとかが来ないっていう安心感はやばいよ。いつもね、ここぞという時にやってくるイチゴとかチェリーとか、もうあんなのに悩まされなくていいんだからね。幸せだ。えい！お、難なくもうパイナップルできちゃった。すげえ！このまま一気にダブルスイカいけちゃおう？えい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 。あ、でもさ、パイナップル、これはもしかして失敗したかな？一応本家通りにこっち側に作ってっといた方が良かったかな？どうなんだろう。よいしょ。でもさ、もうこれで、あ、しまった。ちょっと調子乗っちゃってた。ああ、しまった。いくら落ちてくるのが柿だからって、ちょっと調子に乗りすぎたらダメだね。意外とね、この柿さんがすごい転がるんだよね。あ、いける。よし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 。ああ、しまった。桃がそんなところに落ちてしまった。あ、これででも、なんかさ、本家のスイカゲームよりもなんかぬるっと入るから、なんかこのままいけばすぐにスイカできそうだけど、あー、めちゃ転がる。ちょっと転がりすぎじゃない？この柿さん。えい！じゃあこのままこっちに、トントンと作ってあげれば、気持ちいい！このスイカゲーム、気持ちいい！見てこの綺麗な角錐、これ本家のスイカゲームでできたら絶対すぐショートにあげる。よいしょ。もうみんなに自慢するよ。あ、でもやばい、柿が、柿じゃない、スイカがすごい浮いてる。早く、ちょっと早くこのスイカを沈めなきゃ。オッケーオッケー、危ない危ない。まあ、ちょっと本家通りこっちにね、作っておきつつ、いいんじゃないか。えいえい。それにしてもこのスイカさん、なんかすごい動くけど大丈夫？えい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 。ここにも置いて、トントンと、オッケー。そしたら、こっちかな、こっちに作っていこう。よいしょ。よし、トントン。いいね、このポヨンポヨンをすぐできるの嬉しいね。よっしゃ、できた。すげえすげえすげえ。はい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 、オッケー。こっちに作っていこうかな。よし。で、こっちにもどんどん作っていって、トン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 。あれ、できなかった、ショック。でもいいね、これでトントントンで、よし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 、もうダブルスイカいけるよみんな。マジで、あ、もうダブルスイカいけそうやんこれ。すげえ楽しい。楽しいけど、ちょっとなんかやりがいないな。あ、いけるんじゃん、もういけるでしょこれで。いけ、やった。ダブルスイカできました。念願のまさかダブルスイカがここで達成できるとは。このままどこまでダブルスイカできるか、やっていきましょう。
やばい、ちょっと地味にやっちゃったかもしんない。ここに落とせばいけるか。あー、いけるいけるいける。あー、よかった。あ、これまたダブルスイカいけたな。これいったでしょ。ここに置けば。オッケー、ダブルスイカ2連続目成功。あー、やりがいねー。マジ無限、これはマジ無限です。ということで、いかがだったでしょうか。書きゲームすごかったね。もう本当に書きしか出ないから、だからどこに置いたら綺麗に角ついとか角メロンができるのかっていう、まあ、勉強にはなるかもね。なのでスイカゲームを始めたばかりでなんかねうまくできなくてイライラしてる人などは、ぜひこちらの書きゲーム一度遊んでみてはいかがでしょうか。それではこの動画が面白いと思ってくだされれば、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。次回の動画もぜひお楽しみください。それではみんな、またね。バイバイ。